緊張感はもうすごい持ってやれてますね。でまた海外は海外行ったら行ったでその現地のその特徴だったりとかっていうのをこうやりながら掴んでみたいな。その同じ上海でもいっぱいクラブあってそのクラブでもまた違うと思うし、なんかまあ入った雰囲気でこの辺かなみたいなツボをこう考えるみたいな。まあ、ハウスとか EDM がちょっと強めなイメージでやったんで、やりながらまあそっちの方が需要があるのかなと思ってまあそっちを多めにしましたけどね。まあ、あとはそのお客さんのそのパーティーに対する熱量というか、もう遊んだろうっていう気がやっぱりすごいですね。なんかちょっと一番違う、まあ、日本もクレイジーだと思うんですけど、なんかもっとこうナイトクラブ行ったらもう弾け倒すみたいな意識がやっぱ高いですよね。確かに、はい、シャンパンの量とかもそうもうボトルみたいな。いつも同じ気持ちですけど、まあ、よりこうお客さんをハッピーにさせることをもっと考えていかないとあかんのかなと思いますね。それはまあ常に。まあ、ずっとこうフォローしてくれる人を飽きさせないってことが大事なのかなみたいな。自分のパーティーに遊びに来てくれてる、ね、仲間とか、まあ、ファンとかいろんな人を飽きさせないようになんかアクションを起こしていく、常に何かを起こしていくってことが、まあ、一番大事かなと思うんで、それはまあ僕もずっとやり続けてきて、まあ、今後も絶対ストップしない作業ではあると思う。それだけじゃないですか。